はいどうも、小物です。今回は期待限定トーナメントをジオンで参戦です。まずは1回戦から。初動北とつぶっ刺さって勝ってますね。というわけで見どころダイジェストでどうぞ。というわけで1回戦突破。割と活躍できましたね。では2回戦行ってみましょう。はい、見事な大逆転でしたね。3回戦の敵コロは勝ったんですが見どころなかったので、後半の決勝戦へ続く。じゃあ決勝戦行くぞ。決勝は同軍のアバオアクー内部。初めて同軍でここやるんですけど、同軍だと奥の裸拠点なくなるんですね。初めて知りました。さて初動指示は4下突と北突。でも自分は単独でネズミ狙ってみます。敵3-4鳥中心みたいですね。これは下手したら刺さるのではというか中央両軍無視してますね。面白い。なので普段使ってるコース狙うぞい。レダー映ったけど気にしない。あら AB 両方ともぶっ刺さってますね。A 組と防衛消えるまでかくれんぼ。さてそろそろかな。祈祷した手だ。危ない危ない。まずはリペポからいただきます。さてゆっくり A を味わいましょうね。オッケー、いい感じに殴れましたね。はい、序盤のリードでだいぶ勝ってますね。というかこのチーム味方さんがめっちゃ強い。安心してネズミできますね。はい、格闘防衛するなら当てないとまずいですよ。いい感じですね。誰も運んでなかったので角も運んでみます。行くぞー。はい、ダメでした。というかゲージ差がすごい、おせおせですね。ここまで来れたらあとは突っ込むだけ。殺人的な加速だ。うおおおお。はい、ゲージ1本分差できてしまいましたね。これは強い。ここまで勝ち上がってきてる敵さんなので、決して弱いということはないと思うんですが、こっちの歩兵さんが本当に優秀ですね。まあ今の環境だと本当に階級は当てにならないので、しばらくやってなかった人は階級落ちちゃうから、全く判断できませんね。とりあえず情けは無用。もっと殴って確実に勝ちに行きましょう。ナイス回避。乗り込めー。いやー、ロックオンもったいない。敵さんの核発見。というかこの状態だとルートないですよね。というわけで、試合終了。やりましたね、優勝できました、万歳。はい、結構殴れたので大満足です。味方さん強くて助かりました。味方さん、敵だった皆さん、ありがとうございました。特に決勝戦は深夜遅くまでお疲れ様でした。ではまた次の動画で。まったねー。